ました。落としました。まさかが起きました。今日の広島劇場は何が起こるか分かりません。スリーアウトチェンジになるはずだったという思いでしょう、谷繁監督。2アウトランナーは3塁1塁になりました。まさかの落球。これは広島サイドから見たらもうごっつぁんですといったような感じのプレーでした。いやまさにまさかですね、もうしっかりと捕球体勢にも入ってましたし、はい、障害物なんて全くないですよね。そうですね、風もそんなに強くないわけですから、では3ボールにしたくないバッテリー。一、二塁間どうか破った、まだ神のホームイン、セカンドランナーも帰ってくる、同点。からトレーナーもマウンドに行きます。ワンバンしてスパイクの内側、内側は黒節ちょっと当たったかなっていう感じですけど、まあ、歩き方は落とした。見事なストレート、いいですね。決まった、三振、見事に抑えました。中崎素晴らしいですね。インコースに梅野が構えています。打球上がりました。レフトバック、レフトバック、レフトバック、レフトバックしてフェンスの手前か、向こうか、入ったな。いやフェンスダイレクト、ホームランっていうことです。ホームランです。ウラが先制のスリーアーチ。今ウラがまだ気づいていない状況です。入ったの、入ったの、いや入ったかなということで帰ってきました。いきなりの先制パンチ、ルナースリーランホームランで3点です。もう打った時の打球見たらね、力がね本当に乗ってないんですよね。ストライクが入らない、でストライクを取りに行かないといけない、なんか慌ててバットを出してしまう。空振り、スイングアウトの三振でした。ワンボールツーストライク、スライダーバットがありました。完全なボール球、三振でツーアウト、アウトコースいっぱいでした。見逃しの三振です。こんなピッチングですよ、ね。勝利は4月6日の黒田が投げたピッチングでしたね、あそこで三振ですね。お見事ですね、ナイスボール。そして三振に打ち取って5回を超えました。これで役所達成の権利をひとまず掴んでいます。じゃあ見てますよね、打ち上げた。さあスタンドは総立ち、スリーアウトの瞬間が今来ました。黒田博樹、日米通算の200勝達成の瞬間です。なんとその試合も7対0、チームは完封勝利。7回を投げて無失点で黒田がこれで通算の200勝達成した一戦ということになりました。いやスタンドからは大きな拍手、そして黒田の姿があります。今日は黒田はこれまでの2試合の内容から考えると本当にもう味方の援護もあって、その援護に応えるピッチングで役所を掴み取りました。今メンバーを迎え入れます黒田。いやついに田塚さん、はい、役所達成の瞬間でした。いやおめでとうございます。本当にね、入団当時の黒田もね、苦労を見てるだけにね、本当によくここまでね、頑張ったと思いますね。ウィニングロードもらいましたかね。あ、そうだそうだ、まだどうじゃなくて、1対1の勝負はあのマウンドでできてるっていう、その積み重ねがね、宮城に繋がってますね。途中ね、ルーキーで入ってきた時の話なんかもね、達川さんにしていただきましたけども、その時の映像がさっき本当出まして、遅かったですね。いや遅いしね、髪の毛もありすぎたですね。まあ、あの頃は不安そうに投げてましたけどね、今金石が言ったようにね、一球一球勝負、まあ、一球の重みということでね、メジャーから帰ってきてそれをより一層感じてるというけど、それと最後にはまた準備して201勝目を目指すとかね、本当にプロフェッショナルですよ。
これはどうやって書いてあるんですか、病院読めないのか、漢字。谷口さん、解説場合え退院退院なっていうのは見えますね、うん、田中の当たりは右中間、さあ、長野が下がって、どうだ、入った先制はカープ、1番田中のホームランです。高校大学とチームメイトだった菅野から打ちました、カープ先制。今度は逆方向、ギャレットが追っていくが、そのままスタンドに入りました。2打席連続ホームラン。先ほどは引っ張って、今度は流して、菅野から2打席連続ホームランです。逆転までいけるか。さあマウンド三上、初球打った、足をドボンと弾いて弾いて後ろに反らした、一気に2ランナー帰ってくる、あらい勝ち越しのホーム、手で触りました、あらい5対4。さあ、この週これはエラーが記録されています。初球ファンになって2球目、一球で取られた、左中間広く空いているところ、三打の中で入っている、一打の中で三を回った、あらい、ボールが返ってくる、またスライディングセーフ、あらいの2点タイムリー、追いつきました、広島カープ、ベテランのあらいの2点タイムリー。はい、ツーアウトランナーはありません。今日4打数4安打の菊池、レフトに上がる、もうレフトは見送るだけ、今日5安打目は第11号同点ホームラン。レフトへ、ランニングキャッチはできない、ボールがこぼれている、三塁を回った丸、丸が帰ってくる、さよなら。カープさよなら勝ち、3連敗は逃れました。今シーズン初の4連敗での望んだ今日のこのゲーム、同一カード3連敗は免れた。そしてジャイアンツとのゲーム差は 5.5 に広げました。平原と泣き合いました、新井です。松川さん、新井が決めましたね。まあ、今日のゲームはそれこそカープにとってみれば同一カード3連戦3連敗というのは今シーズンもちろんない状態で、まあ、初めての4連敗で来ていたゲーム、確率は増えますよ。チャンスしてくれ、バウンドになって、これ、おっと、どうしたのか、あっと、悪送球、楽々ホームへ帰ってきて、これで1点差。まあ、捕球だけまずミスしたんですが、その後ちょっと慌てたか、一塁送球が藤波、悪送球。初球どん詰まり、サニーがスタートを切っている、ホームへ、あーっと、ハーフタンが足が引っかかったのか、ニーナナの一球に来るぞ、逆転、打ったバッターにいいから、サニーを受けようとして、いやー、赤松まで帰ってきて逆転です。タイガースにエラーが出ました。まあ、ホーム送球してタイミングもどうかなっていうぐらいの感じだったかもしれませんが、ファーストからゴメスがホーム打った、初球セカンド正面だ、二塁へ通す、一塁へ、アウト、ダブルプレー、菊池の真正面でしたが、菊池のトスもなんかふわっとしたボールが二塁へポッといって、そして一塁送球しました。あのね、今のね、打った瞬間を正面のちょっとこのライトへ、どうだ、この
22歳初の一発。今ホームイン、今シーズンこれが第18号。1点差まで来ました。打ち返した。左中間